JPX は証券市場の持続的な発展を通して日本経済、社会全体の発展に貢献することを目指す取引所グループです。信頼性、利便性の高い証券市場を運営し、上場会社の皆様には機動的な資金調達機会を、投資家の皆様には有効な資産運用の機会をご提供できるように努めています。 JPX は持ち株会社である日本取引所グループのほか、主に次の4つの会社で構成されています。株式などのいわゆる現物市場を運営する東京証券取引所、先物取引やオプション取引などデリバティブ市場を運営する大阪取引所、そして証券取引成立後の清算機能を担うのが日本証券クリアリング機構 JSCC、 さらに証券市場の公正性を維持するための管理・審査を行う日本取引所自主規制法人です。東京証券取引所には3500社を超える企業が上場しており、日本の株式取引の約 90% がここで行われています。また東京証券取引所は上場する企業の価値を表す時価総額の合計が世界第3位、アジアでは第1位であるなど、世界有数のとりわけアジアをリードする株式市場です。東京証券取引所には大企業が所属する市場第1部、中堅・中小企業が所属する市場第2部、成長著しい企業が市場第1部へステップアップするための市場であるマザーズ、そして多様な企業群で構成されたジャスダックなどの市場があり、多種多様な上場企業の皆様のニーズに合った市場を提供しています。またその他 ETF や ETN、リート・インフラファンドなどの多様な金融商品も上場しています。成長性のある魅力的な企業や金融商品が東京証券取引所へ上場していただけるよう、国内外で積極的な上場促進活動を行っています。上場した企業にはその後も必要な支援を行っています。上場企業の皆様にとっても、投資家の皆様にとっても魅力的な市場を保つために、時代の流れに即した上場ルールの整備や上場企業の適時開示のサポートを行っています。また上場された株式やその他商品が取引しやすいように、時代の変化や取引ニーズに合ったルールの整備を行い、それを適切に運用することも JPX の重要な役割です。そのように定められたルールに従って取引の状況をリアルタイムにチェックしています。マーケットの予期せぬ事態に売買停止など必要な措置を講じたり、誤発注の未然防止のサポートをしたりと、日々刻々と変化するマーケットの動きに対応できるようにしています。東京証券取引所では日々の取引から生まれる株価情報に加え、株価指数を経済指標として世の中に配信するという役割も担っています。株価指数の代表的なものとしてトピックスや日本経済新聞社と共同開発した JPX 日経インデックス400など、時代やニーズに合わせて新しいコンセプトの指数も開発しています。大阪取引所はデリバティブ市場を運営しています。将来の取引を約束する先物取引や、将来に売買する権利を取引するオプション取引があり、リスクヘッジに用いられるなど、現物市場とともに金融市場の両輪を担う重要な市場です。主な商品には株価指数や国債などを対象にした先物オプション取引があり、多様な投資家ニーズに対応しています。また投資家の皆様が海外の市況に応じて取引できるよう、夜間取引も行っています。こうして取引所で行われた取引は JCC を通して決済が行われます。 JCC は取引所で発生する膨大な取引を整理し、決済のために受け渡しをする資金や証券のデータを金融機関ごとに計算します。さらに一つの金融機関が破綻をした場合であっても、他の金融機関に対して決済の履行を保証する仕組みを提供しています。まさに JCC は証券市場の安全性の要ともいえる存在です。
日本取引所自主規制法人では、いわば取引所の品質管理センターとして、証券市場の公正性と信頼性を守る役割を担っています。具体的には次の4つの業務を行っています。公正な証券市場の確保のために、インサイダー取引や相場操縦などの不公正取引を発見する売買審査、投資家からの注文を取引所に発注する証券会社などの調査をする公査、新規上場を希望する会社を審査する上場審査、そして上場企業の適格性をチェックし上場廃止にかかる審査も行う上場管理です。 JPX の各市場で行われる膨大な取引は JPX が誇る最新鋭のシステムによって支えられています。今や取引所事業はシステム産業ともいえます。日々の取引を処理する売買システム、生産機能を支える生産システムのほか、情報システムなど様々なシステムが証券取引の各プロセスを効率的に処理する役割を担っています。 JPX は常に世界最高水準のシステムを皆様にご提供できるよう日々開発運用に取り組んでいます。以上、ご覧いただいたように私たち JPX は日本の証券市場のインフラをグループ一体となって提供し、今後もさらにその発展に取り組んでまいります。